宇宙に意志はあるのか。最近の宇宙物理学の飛躍的な発展において、現在物理学者たちが到達した宇宙創生のシナリオは次のように要約される。1、宇宙は時間、空間、物質の全くない無の状態から量子的重力効果により創生された。2、創生された量子宇宙は素粒子の大きさにも満たないプランクサイズと呼ばれる10-33乗センチメートル程度の大きさで生まれ、インフレーションというメカニズムにより直ちに何十桁、何百桁と指数関数的に拡大し、マクロの宇宙となった。その拡大の間は熱の解放を伴わない断熱状態での拡大であった。それがある時点で今まで鮮熱の状態で蓄積された真空のエネルギーが解放され、火の玉宇宙、ビッグバンになった。インフレーション中の量子揺らぎは引き伸ばされ、今ある宇宙構造の種となって仕込まれた。3、その過程での宇宙の相転移の進み方が空間的に異なれば、子供宇宙、孫宇宙が生まれる可能性がある。それらもまたマクロな一人前の宇宙へ進化することができると考えられている。この考え方は複数の宇宙という意味でマルチバースと呼ばれている。現時点では理論上考えられるというレベルであって検証には至っていない。4、相転移の過程で物質の元となる素粒子が生まれ、これが原子核、原子、分子、物質と成長進化し、星が生まれ、銀河が生まれ、惑星が生まれ、人類が誕生するというドラマが進行する。受講生諸君、これから宇宙論を読み進めていく上で、いくつかの重要なキーワードを解説しておきます。揺らぎ。物理学において、広がり、あるいは強度を持つ量、例えばエネルギー、密度、電圧などですが、この空間的、時間的、平均値からの変動を示すことが揺らぎです。次に、量子的揺らぎ。ある物理系の量子状態が平均値に対し、ある幅で変動している状態を言います。ある幅の中でふらふらと揺れている状態をイメージすると良いでしょう。次に、相転移。Phase Transition。化学的、物理学的に均一な物質のある層、フェーズが他の形態に転移することを言います。もともとは熱力学、統計力学から出てきた概念なのですが、具体的には固体層、氷、液体層、水、気体層、水蒸気、プラズマ層が身近な例としてあります。宇宙初期には数多くの相転移が行われ、それにより宇宙が劇的に変貌し、進化を遂げてきました。次に、宇宙のインフレーション。コスミックインフレーション。ごく初期宇宙に、宇宙が加速的急膨張を起こすことにより、ビッグバン理論の
いくつかの問題を一挙に解決する初期宇宙の進化モデルであります。この理論は1981年に日本の佐藤勝彦、アメリカのアラン・グースによって提唱された理論です。 1. 宇宙は時間、空間、物質の全くない無の状態から量子的重力効果により創生された。 2. 創生された量子宇宙は10^-33程度の大きさで生まれ、インフレーションというメカニズムにより何十桁、何百桁と指数関数的に拡大し、マクロの宇宙となった。その拡大の間は熱の解放を伴わない断熱状態での拡大であった。それがある時点、今まで鮮熱の状態で蓄積されていた真空のエネルギーが解放され、火の玉宇宙、ビッグバンになった。インフレーション中の量子揺らぎは引き伸ばされ、今ある宇宙構造の種として仕込まれた。この2個に対する説明が求められると思います。そうなのですが、今の時点では、説明はできないのです。この二項目の解明がこの宇宙論の目的なんですが、現時点では解明されていないのです。無から量子重力的効果により創生された宇宙は天文学的観測はできません。宇宙の晴れ上がりという電磁波に対する限界があるからです。では、重力波ではどうでしょうか？これも無理です。宇宙ができた時点では、統一された力が発生し、それが初期宇宙の冷却の過程で、重力、電磁力、強い力、弱い力に分化していったのです。このように重力は宇宙開闢後、プランク時間経過後ぐらいで統一された力から分離、独立していったのです。その結果、自分の生まれる前の情報は持っていないのです。天体観測に検証は無理だから、可能性としては高エネルギー加速器による実験が考えられますが、これも難しいでしょうね。宇宙というスケールと人間のやるスケールでは、エネルギー密度では差がありすぎます。インフレーションという急激に膨張している宇宙の検証。これも検証の方法はありません。では、この検証の方法もない理論を組み立て、宇宙物理学者はどのようにして発想し、論理を組み立て、ビッグバン理論を補完するインフレーション理論へと成長させていったのか。宇宙マイクロ波放射の発見、解明の歴史を見てきました。観測サイドから得られた宇宙のパラメータラが理論の検証、確認、補強に役に立ってきましたが、現時点ではそこまでなのです。宇宙創生のパラダイム。パラダイムとはある時代の支配的な考え方を言います。アインシュタインの一般相対性理論ができてから、科学として時間、空間を含めた議論ができるようになったのです。それまでは宗教、哲学領域の議論だったのです。この科学的議論の中から
ビッグバン理論が生まれた。ビッグバン理論は宇宙の進化を考える上での標準理論になっています。しかし、ビッグバン理論では理論の出発点であるなんで宇宙は火の玉から始まったのかという根本的疑問に答えてはいないのです。火の玉から始まったとすればという仮定の上で現在の宇宙像がうまく説明できるというのがビッグバン理論なのです。なぜ火の玉から始まったのかという問いに答えられないまま宇宙論は進んできたわけです。1980年代に素粒子論的宇宙論の研究が大きく進んだ結果、なぜこの宇宙が火の玉として生まれたのかをインフレーション理論が一つの説明をつけたのです。小さな宇宙が指数関数的に急激な膨張で大きくなり、インフレーションが終わる時点で真空の相転移という現象が起き、急激な宇宙膨張についていくことができず、それまで鮮熱として蓄積されていた真空のエネルギーが急膨張が止まったことにより解放され、宇宙を火の玉にしたのだという考えです。これがビッグバンのできた理由として佐藤克彦、アラン・グースにより提唱されたのです。インフレーション理論において宇宙がごく短時間に非常に大きくなったのはインフレーションが起こったからであり、宇宙が熱い火の玉でエネルギーや物質が満ち満ちているのはインフレーション最後の真空に溜まっていた鮮熱が解放されたことにより熱の巨大なエネルギーが生まれたからであると説明されています。インフレーション理論では説明できない最初の時間や空間という時空の種の創生も量子重力的効果により無から生まれると考えられているのです。このように1980年代宇宙創生の一つのパラダイム、時代の支配的な考え方が作られ、現在はそのパラダイムが観測衛星等による精密に観測により検証されつつある時代だと言えます。アインシュタインの残した言葉、私にとってわからないことは、なぜ我々人間が世界を、そして宇宙を認識できるのか。これが彼の残した言葉ですが、我々人類は宇宙の中では非常に小さな存在で、一つの生物に過ぎないのです。それなのに、我々を含む世界、宇宙の起源、構造について考え、議論ができるということは不思議なことだと思います。現在の生物学が明らかにしたように、人類は4種類の塩基でできた DNA と20種類のアミノ酸の組み合わせによるタンパク質から作られている有機物の一つです。生命が地球上に35億年前、単細胞の原核細胞として生まれ出て、最初は太陽エネルギーによって光合成を行う小さな単細胞でしかなかったのです。それが6億年ぐらい前から互いにくっつき合うようになり、多細胞となったのです。やがて
個体全体としての連絡を取るために、通信網として神経が必要になってきました。はじめは、一方の刺激を別の細胞に素早く伝えるための単純な伝達網だったのですが、神経細胞の発達により、反応するだけの単純な仕組みから、神経系の一部が情報を蓄えるメモリーの役割を果たすようになり、さらに進化の中で情報を蓄えるだけではなく、それを比較したり別な角度から検討するよう、情報処理の能力を獲得していったのです。さらに情報蓄積、処理能力、学習能力が向上し、こうして人類は自分自身から宇宙の仕組みまで認識、理解する存在へと進化していったのです。そもそも生命とは何かという問題は、科学的にも哲学的にも宗教的にも深遠な問題です。人間という生物体は、物理的には原子と分子でできた有機的機能を持つ機械とみなすことができます。人間を含む生命体の動き方は説明できますが、生命とは何ぞやと問われたら、答えることができる人はいないかもしれません。生命の本質につき、研究していくことは非常に魅力的な課題だと思います。このためには、科学、哲学、宗教という人類の知恵を総動員して研究することが必要です。自然を支配する真理、法則を理解し、それを応用することのできる生命体は、自然界の中で生き抜くことのできる強者であると言えます。神経系の一部を脳へと発展させ、さらに大きな大脳を持つことで、人類は地球という自然界で最強の生物となったのです。先に掲げたアインシュタインの疑問に対し、真理を知り得る生命体は自然の進化の中で強者となり、人類が世界を、宇宙を知ることができるのは進化の必然であると思います。人間原理、自然がどのようにして生命を生まれるようにしているかということは、深く考えるとほとんど奇跡的だと言わざるを得ません。この奇跡を単に奇跡だと言って片付けるのではなく、合理的に説明できないかと考えたくなるのが自然な成り行きです。現在のところ万人が納得する説明とは言えないのですが、人間原理という考え方があります。人間原理とは、この宇宙は人間を作り出すようなものでなければならないという考え方です。高度な知的生命体である人間を作り出さないような宇宙には、物理法則についてその理由を考える者がいないわけです。物理法則を考えるのは人間です。だから、物理法則を考えているこの時点では、宇宙は人間を生むようにできているのが当然であるという考え方です。この考え方は、奇弁であるという感じがします。なぜならば、この唯一の宇宙は、人間がいるから宇宙であるというような論理になり、結
果が理由にすり替えられてしまうからです。私もこの考え方には馴染まないものを感じています。人間原理に対して宇宙原理という言葉があります。宇宙原理とは、大きなスケールで見れば宇宙は一様かつ東方的であると精密観測の結果得られた事実を述べているのです。宇宙原理と人間原理は異なる次元である。観測事実と人間を主とした主張と異なる考え方なのです。私はこの宇宙原理という言葉を進化させ、新たな宇宙の原理として宇宙原理を提唱します。無からの宇宙創生から、インフレーション膨張期を経て真空のエネルギーの総転移が行われ、ビッグバンと呼ばれる爆発的膨張を経て光子が外に飛び出すことのできた宇宙の張り上がり、その後の10億年に及ぶ暗黒宇宙期を経て星の誕生、137億年後の現在の宇宙にまで進化、成長を遂げてきたのです。宇宙創生からインフレーション膨張、真空の総転移による線列の解放、火の玉宇宙、爆発的なビッグバン拡張期を経て減速膨張、それから再加速膨張に転じ、宇宙の将来は加速膨張により引き裂かれたビッグリップに進むのか、平坦な宇宙になるのか、はたまた閉じた宇宙に転じ、ついには一点に収縮し、最後に真空のエネルギーに戻るのかは人類にはわからない。それを知るのは宇宙原理に基づく宇宙の意志にあるのかは我々人類には伺い知ることができないのです。我々は宇宙の意志に身を委ねるのみであります。以上です。2019年4月1日 INU 研究機構学長教授久保です。